大阪コートローク株式会社営業担当筒井です。我が社は1985年の創立以来、一貫して極細ワイヤーロープの製造を手掛けて、より細くより強いワイヤーロープの開発を続けています。本日は少しの時間ですが、当社および当社の製品をご紹介いたします。当社は大阪府和泉市テクノステージの本社工場を、約30名で工場を運営しています。工程の機械化と省力化を進めることで、少人数で高品質な製品を大量生産することが可能になっています。それでは工場内をご案内いたします。最初の工程は線を細く強くする新線工程です。天然ダイヤモンドの材質を使用して、ステンレスをはじめいろいろな原料を細くしていきます。線形はもちろん、線の色合いにまで注意をして製造されております。次に寄り線工程です。新線で細く強く加工された材料を7本より19本より49本よりと、お客様のご注文に合わせて寄り合わせていきます。次にコーティング工程です。寄り線加工されたロープにナイロンを中心とした樹脂を付属していきます。より薄く、より密着していて、より透明度の高いコーティングを目指しております。最後に検品および巻き替えの工程です。当社から出荷する製品はほぼ 100% 触診により検品されています。訓練され経験を積んだ検査員により検品されていますので、ご安心してお使いいただくことが可能です。この表は我々の製造するワイヤーの種類を縫製本数別に分けて説明しています。一般的に縫製本数が多くなるほど絹糸のようなしなやかさが増していきます。この表は一般普及品の7本よりワイヤーの太さ、強度、重量などを紹介しています。次にこの表はハイグレード品49本よりタイプのナイロンコートワイヤーの種類について説明しています。この表では1本の粗線径 0.025mm の粗線が一番細くなっていますが、最近の技術の向上によりすでに 0.009mm というミクロン単位の粗線も製品化に成功しています。それではナイロンコートワイヤーロープがどのような商品に使用されているのか、いくつかご紹介いたしましょう。一般的な 7×7 ワイヤーで作られたアクセサリーです。より細くするため強度を上げたワイヤーロープを使用したアクセサリーです。 7×7 をさらに7本より合わせて343本の粗線で構成されているワイヤーロープを使用したアクセサリーです。ナイロンコートのワイヤーに波状の癖をつけたウェーブワイヤーを使用したアクセサリーです。ナイロンコートワイヤーをウレタンでコーティングしたシースルーワイヤーを使用したアクセサリーです。蓄光顔料を含有した樹脂をコーティングしたワイヤーを使用したアクセサリーです。紫外線に反応する特殊な樹脂をコーティングしたワイヤーロープを使用したアクセサリーです。形状複合金で作られたワイヤーロープを使用したアクセサリーです。自動車のスライドドアの開閉、パワーウィンドウの上がり下がりと駆動用に使われています。コピー機のスキャナー部分も駆動用に使われています。メジャーフィッシング、水産業用資材として使われています。電気、空調設備の吊り下げやフレード目用を建築資材として施工の省力化に役立っています。商業施設などで展示されているマネキンやディスプレイなどの災害時の転倒、落下防止用として使用されています。そして今後は当社の新線・寄り線技術を医療や高度な技術力を要する分野へ応用させていこうと研究開発を継続しております。皆様からいろいろなご意見ご要望をいただくことにより、当社の製品は日々成長を続けていきます。これからの抱負についてお聞かせください。当社の技術力、開発力は皆様にご満足いただける製品を実現させることができます。まだまだ我々の思いもつかないような使用方法や可能性が当社の製品にはあると確信しております。皆様のアイデアや小さな思いつき、
ご要望をぜひお聞かせください。皆様にご満足いただけるようなご回答を必ずお返しいたします。ご意見、ご感想、ご要望を海外からのお客様は第5貿易株式会社様へ、国内からのお問い合わせは直接当社までお寄せください。皆様からのお声をお待ち申し上げております。本日はご視聴いただきありがとうございました。